はですね、逆方向にホームランを打つ方法。逆方向にホームランを打とうと思ったら、バットの腕を滑っちゃダメ。こういうのは滑ってる。しっかり力を伝わるので、このドリルぜひ試してみてください。アフロシマスです。勝利です。よいしょ。今日はですね、埼玉コンビで YouTube を撮っちゃうっていうことなんですけど、今日ですね、ちょっとあの埼玉ではないです、はい、埼玉の人ではないんですけど埼玉コンビで YouTube を撮っちゃうっていう感じでやっていきますんで、ぜひよろしくお願いしますあの最近ね、結構声出しすぎて声かすれてきちゃってるんですけど、切った短くなった。そうだよ、爽やかになったでしょ。そう、なさすが髪を切った。切ってないさあ、今日はですね、近森コーチにバッティングを聞いちゃおうかなと思うんですけど、はいはい、今日何教えてくれるんですか。今日はですね、逆方向にホームランを打つ方法。逆方向に、はい、みんな逆方向に飛ばないっていう人が多いんですよ、はい、子供たち本当そういうのが多くて、これ引っ張り方向には強いの打てるんですけど、逆方向はファールとか、ポヨンってなったりとか、うん、っていうのがめっちゃ多いんで、今日は、逆方向に強い打球を打つためのドリル、はい、ライトの頭を越し、そう、さらにフェンスまで越してしまう打ち方を教えてくれるということです。そう、逆方向にホームランです。方法ですね。やっちゃいましょう。はい、お願いします。お願いします。逆方向、打つときにセカンド頭に打ったりとか、まあ、逆方向に、ヒット打つっていうのは、バットの上をボールが滑っても打てます。この感覚、星君どうですか。ちょっとあんまりないかもしれないです。ないですか。はい、イメージで言うと、こう当たってちょっと滑ったけど綺麗に当たるからレフト前とかっていう技術はあるんですけど、逆方向にホームランを打とうと思ったら、バットの上を滑っちゃダメ。よく逆方向に引っ張れとかって言われると思うんですけど、逆方向に対してしっかりヘッドが入れ替わって、そっちにヘッドが走ることによって逆方向にホームランが打てます。なんでちょっと今あの打ってるところ見てほしいんですけど、こういうのは滑ってる。バットの上ちょっと滑ってる。で、逆にどうやって打てば逆方向が滑ってないかっていうと、こう、じゃあこのバットの上を滑らせないように、逆方向を引っ張るような感覚で、ホームランを打てるようなドリル、そういう形を作るドリルをご紹介します。まずですね、オキティでもいいです。これこの練習オキティの方が分かりやすいんですけど、今日は投げてもらってやります。まずピッチャーに対して正対して構える。はい、オキティだったらもうここにオキティを置くようにですね。これはオキティ置くときは、はい、ポイントはどこに置くんですか。これ前すぎたらダメです。外を前で打つような癖ついちゃうんで、自分の体のラインとのつま先から延長線上ぐらいの位置に置いてください。だからボールがあるんで、イメージで言うと自分がここに立ってたらこの辺りですね、自分のつま先の前ぐらいの位置に置きます。で、まず軸足の股関節に体重を乗せる。で、お尻がしっかり張るような形を取ります。で、肩を入れすぎないでください。必ず前見た状態で股関節に乗せる。肩っていうのは勝手に入ってくるので、この形を作ります。では、お尻に投げてもらいましょう、うん、この形から乗せてから前見て乗せて乗せて乗せて、この時に意識してほしいのは、しっかり軸足の他にお尻を溜めたものをこっちに流すんじゃなくて、バッティングってこういくと思うんですけど、じゃなくてピッチャー側に押し出してっていうイメージです。じゃあなぜかっていうと、外を打つ時にさっき言ったようにボールが滑るっていうのは絶対打つ時と 回転の運動なので、スイングがどんだけインサイドアウト出してもこっちに行きます。その中でこっちに強い力を出すためにポンとこっちに力を伝えるようなイメージを持たないといけないっていうので、正面に向いてもそのまま来た方向に対して出していくっていう練習ですね。このバットの最初はこれを意識しても、さっきとなんか違い分かりますか。
ボールの方向に力がいってないですね。あ、それを気づきました。そう、普通に打つ時ってこう体重移動するんだけど、これ横向きだったらこっちですよね。っていうのは流れながら体がバット打つと逆方向に強力が出ないです。なので頭の位置を必ずこの軸足の上からこっちに動かす。この軸足一本の上で支える、その状態からその角度のまま出していく。これが体が起きるとスイングの軌道が変わる、がドライブになったりとか弱い打球につながるので、この軸一本決めたらその角度で出していくっていう意味ですね。じゃあこれ何がメリットがあるかっていうと、いっぱいあるんですよ。さあさ、これなんか何がいいところかなって思いますか。まあ、股関節の伸ばす力でボール捉えに行けますよね。あ、そうですね。ここで、かつインサイドアウトもしやすくなりますよね。そこに気づいてもらいましたか。この練習で意識してほしいことは、オキティの場合はこのボールの内側を打ってくるようなイメージ持ってください。前から来るボールに対しても必ず来たボールに対してこういう角度で入ってくるので、ちょっと縦振りのようなイメージで、ボールの内側を出してくる、ボールの内側を出してくる。ドアスイングになる選手っていうのはここが離れます。だから打つときにこう力が伝えたい方向に伝わらない、その内側にバットを入れてくる意識を持つと、ヘッドと肩が離れずに出てくる、きれいにするとドアスイングの解消法にもなります。で、この内側に入れてくる、内側に入れてくる。で、最後この練習のメリットって、この軌道、バットの軌道をどこに向かって強い力が出ます。この軌道センター。そう、センター。この軌道でいうと来た方向に対して強い力を出してる。で、この軌道っていうのは外になった時っていうのはこっちに強い力が出る。なるとボール滑りながら打ってる時よりもここで弾ける、そっちに。バットの先向いてません。向いてます。このバットの先が飛ばしたい方向に向くっていうのが強い力が伝わるコツなので、それはぜひ意識してほしいですね。こうですね。だからこっちにひたすら、この時に頭が絶対に流れるっていう意識で体の正面向いて出して、これができたら上級者編です。これは遊び感覚でやってみます。こっちの足を今使ってる感じってありました？いや、なかったです。なかったですよね、はい。なんでこっちの足は浮かしちゃっても大丈夫です。片足1本でバランス取って股関節はめる、押し込むっていう練習をすると、スイングの幅もしっかりここで折れる、回りすぎないっていうふうになるので、しっかり力を伝わるので、このドリルぜひ試してみてください。増えた体験にお越しください。お待ちしております。僕この間広島で野球指導したんですけど、はい、なんと第2弾で6月26日に第2弾開催します。お願いします。はい、はい、前回ですね、もうかなり ご好評をいただきまして、広島でまたぜひやってほしいという声をいただきましたので、今回はですね、福山です。福山がどこか分からん。そうなんです、広島とちょっと離れてる、どっちかっていうと岡山寄りのところなんですけど、すごいご協力的な施設さんからのご連絡をいただきまして、瀬戸内ローズフィールドさんという室内練習場でやらせていただきます。東福山駅からですね、車でなんと2分、はい、めちゃくちゃ近い。近いですね、はい、で福山駅からも車で20分ぐらいのところにあります。そこでまた広島の子
子供たちを盛り上げるために広島出張指導をしますので、6月26日ですね、また詳しくは概要欄ですかねに貼っていただくようにしますので、ぜひチェックして皆さん広島で会いましょう。お願いします。お願いします。以上です。